日本国の安全保障。私は、ロシア大統領、プーチンによるウクライナ侵攻と、これに対するウクライナ大統領、ゼレンスキーの戦いを注意深く見つめてきたのです。はじめは、ウクライナ難民に対する日本政府、 地方自治体、公的支援団体、NPO 法人の受け入れ体制とウクライナ難民の日本人社会へうまく溶け込めるのだろうかという視点で見つめてきたのです。プーチンのロシア軍と自国を守り抜くウクライナ軍。 ウクライナ国民の断固とした覚悟を目にすると、独立、安全、自由に恵まれた日本人であることに、つくづくと幸せを感じるのです。諸国を流れた難民の心細さは、島国、日本国民にはわからないだろう。 そこで私は自国の安全保障はいかにして構築され守られているのかを考えてみることにしたのです。私が自国の安全保障を考える視点は自国の防衛力、軍事同盟による 安全保障を考える視点だ。海に守られた島国日本ではあるが、北に北方領土問題、にしろ安全保障条約をまだ締結していないロシアの軍事的脅威、西北には北朝鮮によるミサイル、 核弾頭の脅威、さらに西に中華人民共和国による尖閣諸島、日本の排他的経済水域へ中国軍艦の侵犯、中華人民共和国による台湾侵攻の際は、日本の領土である尖閣諸島は 中国軍による侵攻の対象になることは間違いないだろうと思います。これら三正面からの脅威に対し、日本の自衛隊の防衛力だけでは、自国の独立は守りきれないだろうと思うのです。それでは、 日米安全保障条約によりアメリカ軍は日本を守ってくれるのだろうか。ロシア、中国、北朝鮮の核の脅しに対しアメリカの核の肩に守られていると思っていてよいのだろうか。 自国の独立、自由、安全は自国の安全保障を自国の努力で守り抜こうとする国民に初めて他国の政府が自国の兵士の血を流すことを覚悟した上で初めて手を貸すのではないだろうか。 核使用の脅しをちらつかせるロシア・プーチンに対し NATO 諸国アメリカは武器の援助はするが自国の兵士をウクライナの救助に派遣することはない n a t o 未加盟のウクライナには NATO 軍アメリカ軍を 派遣することはないのだかくしてウクライナは自国の独立自由政治体制を自国民の地で守り抜かなければならないのだ。これは人類の歴史以来続く明白な原則なのだ。よって私は。 日本国の安全保障を考えてみることにしたのだ。今日のウクライナを明日の日本にしないために。日本国憲法全文。日本国民は我々と我々の子孫のために、諸国民との共和により、自由を確保し。再び、 戦争の参加が起こることのないようにすることを決意し、主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者である国会議員がこれを行使しその福祉は国民がこれを享受するこれは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基づくものであるこれに反する一切の憲法法令 及び消を排除する日本国民は高級の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚し平和を愛する諸国民の公正と真偽を信頼し 我らの安全と生存を保持しようと決意した。我々は平和を維持し、戦争とレイズ銃、圧迫と偏教を地上から永遠に除去しようと努め、国際社会において栄誉ある地位を占めたいと思う。 我々日本国民は全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認するのだどの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならない政治上の道徳は 普遍的なものであり自国の主権を維持し他国との対等関係に立つことが各国の責務であると信じる日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げてこの理想と目的を達成することを誓う戦争の放棄と戦力 及び公選権の否認日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争による武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては 永久にこれを放棄する全校の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないまた国の公選権はこれを認めない基本的人権国民はすべての基本的人権の享受を妨げられない この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。自由及び権利の保持義務と公共福祉制この憲法が国民に保障する自由 及び権利は国民の不断の努力によりこれを保持しなければならない国民はこれを乱用してはならない常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのだ私は日本国の安全保障を 自国の防衛力による安全保障、日米安保条約によるアメリカ軍とアメリカの核の傘により守られた安全保障、エネルギー安全保障、食料安全保障の観点から考えてみることにしたのです。はじめに、 日本政府内閣官房が発表している日本国家安全保障戦略を読むことから始めた国家安全保障戦略我が国の安全保障をめげる環境が一層厳しさを増している中豊かで 平和な社会を引き続き発展させていくためには我が国の国益を長期的視点から見定め国際社会の中で我が国の進むべき進路を定め日本国家安全保障のための方策に 政府全体として取り組むことが必要である。二、グローバル化が進む今日の世界において、国際社会における主要国として、これまで以上により積極的な役割を果たしていくべきであると考えるのです。三、本戦略は、 日本国家安全保障に関する基本的指針として国家安全保障に関連する各分野の政策に指針を与えるものである。4. 国家安全保障会議のもと政府の指導により政府全体として国家安全保障政策を 戦略的かつ体系的なものとして実施していくことが必要であるのだ。施策の実施にあたっては本戦略を踏まえ外交力、防衛力等がその機能を円滑かつ十分に発揮できるよう 国家安全保障上の観点を十分に考慮する必要があるのだ。国家安全保障の基本理念我が国は豊かな文化と伝統を有し自由民主主義基本的人権の尊重法の支配といった普遍的価値を掲げ 高い教育水準を持つ豊富な人的資源と高い文化水準を要し、開かれた国際経済システムの恩恵を受けつつ発展を遂げてきたのだ。強い経済力及び高い技術力を有する経済大国であるのだ。 また開かれた海洋国家を追求してきた開かれ安定した海洋を追求してきた海洋国家としての側面も併せ持つのだ我が国は戦後一貫して平和国家としての道を歩み専守防衛に徹し 他国に脅威を与えるような軍事的大国とはならず、比較三原則を守るとの基本方針を堅持してきたのだ。日米の同盟関係を発展させるとともに、各国との協力関係を深め、我が国の安全及び アジア太平洋地域の平和と安定を実現してきたのだ。人間の安全保障の理念に立脚し途上国の経済開発や地球規模の問題解決への取り組み他国との貿易・投資関係を通じて 国際社会ののの安定と繁栄の実現にも寄与してきたのだ国連憲章を尊守し国連をはじめとする国際機関に連携しそれらの活動に積極的に寄与し国際平和協力活動にも永続的に参加するのだ。 唯一の原爆被爆国として軍縮・核の不拡散に積極的に取り組み核兵器のない世界を実現させるため国際社会の取り組みを主導する責務があると考えるのだ我が国は平和国家としての 歩みを引き続き続堅持し国際政治経済の主要国として国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から我が国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ。 世界社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していくこれこそが我が国が掲げる国家安全保障の基本理念であるのだ我が国の国益は我が国の主権独立を維持し 領土領域を保全し国民の生命身体財産の安全を確保し豊かな文化と伝統を継承し我が国の平和と安全を維持しその存在を全うすることが我が国の国益なのだ自由 民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値や国際ルールに基づく国際秩序を維持、擁護することが我が国の国益に重要なのだ。次に、国連憲章、全文に我々、 国連加盟国の国民は我らの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の災害から将来の世代を救い基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び各国の 同権であることを改めて確認し正義と条約その他の国際法の源泉から生じる義務の尊重を維持するのだ自由の中で社会的進歩と生活水準の向上を促進することを忠実に実行し 善良な隣人として、互いに平和に生活し、国際間の平和及び安全を維持するために、我々の力を合わせ、世界全体の共同の利益の場合を除く、ほかは武力を用いないことを原則とする。 すべての国民の経済的、社会的発達を促進するために、国連の機構を用いて、それらの努力を結集することに、ここに決定する。よって、この国際連合憲章に同意し、ここに国際連合という国際機構を設ける。 国際連合の主要機関として、総会安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司裁判所及び事務局を設ける。国連安全保障理事会は、世界のいずれかの国、地域の紛争につき、 安全を保障するための決議をしその実行を総会に求めることができる日米安全保障条約正式名称は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約と言います。 全文日本国およびアメリカ合衆国は両国の間に伝統的に存在する平和および友好の関係を強化し民主主義の諸原則個人の自由および法の支配を擁護することを希望し 両国の間の一層緊密な経済的協力を促進しそれぞれの国における経済的な安定及び福祉の向上を希望し国際連合憲章の目的及び原則に対する信念すべての国民すべての政府との 共に平和のうちに生きようとする願望を確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的または集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における 国際平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、総合協力及び安全保障条約を締結することを決意し、次のとおり協定する。第1条平和の維持のための努力。一降、締約国は、 国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係する国際紛争を平和的手段に従い、国際間の平和及び安全、正義を危うくしないように解決し、それぞれの国際関係において、武力による威嚇、 または武器の使用いかなる国の領土保全または政治的独立に対するもの国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する第二項締約国は他の平和愛好国と共同して 国際間の平和及び安全を維持する。また、国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように、国際連合を強化するよう努力する。第2条経済協力の促進。締約国はその自由な諸制度を強化することにより、 これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、安定及び福祉の向上を図ることにより、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。定約国は、 その国際経済政策における食い違いを除くことに努め両国の間の経済協力を促進する第3条「自衛力の維持発展」締約国は個別的におよび相互に協力して持続的かつ効果的な自助努力 および総合援助により武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として維持・発展させる第4条臨時協議締約国はこの条約の実施に関し随時協議し日本国の安全 または極東における国際間の平和及び安全に関する脅威が生じたときはいつでもいずれか一方の締約国の要請により協議するものとする。第5条「共同防衛」第1項「各締約国は 日本国の管理下にある領域に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように構造することをここに宣言する第2項 武力攻撃及び全ての措置は国際連合憲章第51条の規定に従い直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならないその措置は安全保障理事会が国際間の平和及び安全を回復し維持するために 必要な措置を取ったときは終了しなければならない。第6条地の供与日本国の安全に寄与し極東における国際間の安全及び安全の維持に寄与するためアメリカ合衆国は陸軍空軍及び海軍が 日本国において施設及び区域を使用することを許される。第7条国連憲章との関係この条約は国際連合憲章に基づく。第10条条約の終了第1項この条約は日本区域における 国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の処置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時までこの効果を有するものとする以上この条約を締結し証拠として 全権委員はこの条約に署名した。最後に北大西洋条約。全文に曰く。この条約の締結国は国際連合憲章の目的及び原則に対する信念、並びにすべての国民及び政府とともに、 平和のうちに生きようとする願望を再確認するのだ。締約国は民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれた。その国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。 定約国は北大西洋地域における安定及び福祉の助長に努力する。定約国は集団的防衛並びに平和及び安全の維持のため、その努力を結集する決意を有する。よって定約国は この北大西洋条約を協定する。第5条。締約国は、ヨーロッパまたは北アメリカにおける、1または2以上の締約国に対する武力攻撃を、全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。たが 締約国はそのような武力攻撃が行われた時は各締約国が国連憲章第51条の規定により認められている個別的または集団的自衛権を行使して 北大西洋地域の安全を回復維持するためにその必要と認める高度兵力の使用を個別的におよび他の締約国と共同して直ちに取ることによりその攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。 前期の武力攻撃及びその結果として行った全ての処置は直ちに国連安全保障理事会に報告しなければならない。その処置は安全保障理事会が国際間の平和及び安全を回復し、 維持するために必要な処置を取った時には終始しなければならない。以上国連憲章日本国憲法日本政府内閣官房が発表している日本国家安全保障の理念北大西洋条約が おのの互いに響き合い、安全保障の枠組みが構成されているのだ。今日のウクライナの悲劇を明日の日本にもたらさないため、改めてこれら安全保障の枠組みを呼び直してみたのだ。次に YouTube ニュースから引用するプーチンの核の脅しを掲載しておきます。ここではロシア大統領プーチンが言っている。誰かが外部から脅威を作り出そうとするならばロシアの反撃は電光石火で行われると認識すべきだ。誰もが 持っていないななような反撃の手段をロシアはすべて持っているのだ我々はそれを自慢するのではなく必要とあれば使うそのための決定がすべてなされていると書かれているこれがプーチンの核の脅しだ